皆さんお揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして。なんだよ問題ってのは。俺は忙しいんだよ。さっさとしてくれよ。おいメンバーが札にパクられたとか、どうせそんな話だろ。おいおい、そんな理由で集めてたとしたらぶっ飛ばすわ。おめえジョーの件だな。え、なぜそれを。お前が独断でメンバーにジョーを追わせていると聞いた。おいおい孔明、何勝手なことやってんだ。岡田はジョーをほっとけと言ったはずだ。その命令を無視したってことか。まあまあまあ別にいいんじゃねえか。組織から足を抜けるにはそれなりの代償がつきもんだ。それはジョーがジャスティスの創設メンバーだからって例外じゃねえ。ジャスティスは一応巨大組織だ。締めるとこは締めねえと下に示しがつかねえだろ。まあ確かにな。でちょっとした問題が起きたってのは何だよ。結論から言うとジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました。何？ジョーはうちを抜けた後故郷の尾道に向かったんですが、どうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようで。ちょっとした問題じゃないな孔明、大失態だ。ジャスティスの看板に泥を塗りやがってよ。申し訳ない。矢野。ん？これは軍資金だ。すまないが尾道へ行ってくれ。なんだよまた俺か。まあいいけどよ、その代わり余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな。勝手にしろ。ただし六教人として当然失敗は許されない。しくじって帰ってきやがったらたっぷりお仕置きしてやるからな。いやしくじったら帰ってくる席なんかねえぞ。それがジャスティスのルールだろ。分かってんだようるせえな。くだらねえ心配すんなよバカ野郎。さーてじゃあ荷造りでもするかね。旅行ガイドも買っとくか。やってくれたなジョー。